なるほど。ということらしい。あ、吹き出し邪魔。おーし、クリア。これで水中ライドね。あと、ダイオウイカもくれたら嬉しいな。お疲れ様でした。試験は以上で終了となります。おめでとうございます。あなたは B ランク試験に合格されました。当施設の規約に基づき、B 級ライセンスを発行いたします。イエイ。次は A 級やね。A 級で空中ライドかな。アイナは B 級ライセンスを手に入れた。これより、水に潜れるモンスターに乗って、水中を進む水中ライドが使用可能となります。体験式のチュートリアルをご用意しました。コロシアも出てご参加ください。水中ライドできるモンスター何がおったっけ？それではこれより、水中ライドのチュートリアルを開始いたします。現在、出口のモノリスには鍵がかかっており、その鍵は目の前のプールの底にあります。鍵を入手するためには、水中で活動できる水中モンスターにライドする必要があります。メニューのライドモンスターで水中モンスターを設定してください。これっておらん場合はどうするん？おらん場合とかないんかな？あ、間違えた。アイテムじゃなくって、ライドモンスター。水中ライド。ん？ちょっと待って。水中。あ、ホイミスライムって水中いけるんや。へぇー。しびれクラゲにしとこうっと。しびれクラゲにしとこうっと、クラゲやもん。ぷかぷか浮かべそう。おし。水中モンスターにライドした状態では B ボタンで水中に潜ることができます。水中モンスターにライドして水中に潜り、プールの底で鍵を入手してください。なるほど。はっ。おー。待って、B ボタン。待って待って。あ、すごい勢いで沈んだ。これね。モノリスの鍵を手に入れた。よし。無事にモノリスの鍵を入手してきましたね。その鍵を使って出口を開きましょう。ぽかー。いいね、いいね。クラゲいいね。かわいいよ。顔見えないけど。よし。こっち出口。こっちね。オッケーオッケー。はい。切りかかってしまった。お見事です、アイナ様。一度合格した試験はさすがに簡単でしたか？ん？どういうこと？以前の調子を取り戻しつつあるようですね。またのご利用を心待ちにしております。ん？それは記憶を失う前って話？なんだなんだ、怖いぞ。お、なんか中に入ってきてる。中に入ってきてるっていうか増えてるのか。外にちゃんと見張りおるね。移動範囲が広がったのでナビマップを更新します。親分に言われてあんたの様子を見に来たが、無事水中ライドを手に入れたみてえだな。うんうん。ほいだら次は東ポーラパークに向かうだよ。まずは来た道を戻って湖に潜ってみるだ。湖の中には目印の光る石があるからよ。それをたどって水中トンネルに入り口を見つけるだ。目印の光る石。水中トンネルをまっすぐ抜けて地上に出たら、東ポーラパークはもう目と鼻の先だかんな。オッケーオッケー。氷芸の水中には光る石が置いてあるんだべ。あれはアルキアが置いたもんでよ。水の中で迷わないようにっていう気配りだ。あれを目的に、あれを目印に進むといいべ。お、優しいルキアさん。誰か知らんけど。じゃあとりあえず、前にね。前に一回、ルーラ。センタービルの中でアイテム、アクセサリーが作れるってなっとったけん、ちょっとモンスターを多少強化したいかなと。なんだ、なんか始まったぞ。なんか次々ストーリーをやっていくのもいいんやけど、あ、超マッハやっと帰ってきたのか。シュッシュ、お帰りアイナ、お前が帰ってくるのを待ってたっしょ。もしかしてさ、あっこの、アンデッドガーデン？あっこで話しかけてなかったけん、帰ってきてなかったんかな。お前のおかげでグレートライダーズカップのプログラムが手に入ったっしょ。グレートライダーズカップなんだそれ。グレートライダーズカップってのは、ライドモンスターを使った遊びだっしゅ。へぇー。詳しいことは後で俺のところに来たら説明してやるっしゅ。俺は配合装置の横にあるカウンターにいる。ぜひ来てくれ。待ってるっしゅ。へぇー。なんなんそれ、決めポーズなん？なんか知らんけど、とりあえず、センタービルの中には、いろんな施設が集まってくるんだな。お
しじゃあとりあえずまずはアイテム、アクセサリー、アクセサリー工房にようこそ。どんなご用だちょ。アクセサリーを炸裂する、びっくりした、作成するよね、見間違えた、普通に見間違えた。じゃあどうしよっかな。守りの指輪、守りの指輪をちょっと作って、時間かかるんかと思ったら一瞬出てきた。インテリメガネ、働きの守り、なんか他に作れる、怪盗のモノクル、何それ、もうなんか知らんがすごいね。素朴な指輪、素朴な腕輪、素朴な腕輪いいな。じゃあこれを作って、うん、じゃあとりあえずこの2つぐらい。またアクセサリーとかを作りたくなったらうちの店に来るといいっちょ。お、星の職人、アクセサリーを作成した数が1個以上となったものに贈られる称号。んで、誰につけよっか。アクセサリー装備。コエミスライム。ここ結構弱いけん、ちょっと守りを。今、素早さがついたよね。守りの指輪。これを装備して。で、この素朴な腕輪。素朴な腕輪どうしよっ、あ、間違えた。ごめんね。素朴な腕輪どうしよっかな。140、131。155。ギガントヒルズ。リザードマン。連れとるっていうか、メインモンスターこの4人よね。4匹か。131。141。キラーパンサーにちょっと素朴な腕輪をつけておいて、リザードマン何もつけてないね。素早さの指輪つけとこっか。じゃあこれで。オッケー。で、ちょっとここに来たけん、ついでにここの、クエストをやっとこうか。これ超マッハだし。シュシュ、グレートライダーズカップの受付にようこそダッシュ。ここではライドモンスターを使った特別な遊びが楽しめるんダッシュ。これの横か。参加するにはゴールドがかかるけど、勝てばいいものが手に入るシュ。まずはチュートリアルを受けてみろシュ。それはまた今度でいいよ。いきなり参加するのかシュ？俺と同じくらいせっかちだシュ。そういうことじゃねえよ。グレートライザーズカップにまた参加してくれシュ。なるほど。で、私がしたいのはクエストだよ。それじゃあスカウト級第2問目のクエスト行くっちょ。ててん。プリーストナイトという魔物を仲間にしてここに連れてくるっちょ。陥落の霊道って場所にいるって噂だから、そこで捕まえるのが手っ取り早いっちょ。もしも指定の魔物を仲間にできたら、パーティーに入れて、オイラに話しかけるっちょ。お、プリーストナイトって私捕まえてるぞ。あれやろ？追いかけてきよったモンスターやろ？まあ、そんなモンスターいっぱいおるけどさ。どこだ？ここか。モンスター預かり所。メンバー編成。で、プリーストナイト。プリーストナイトってどれ系？ここかな。あ、これや。おったおった。ここで、こいつやろ。ほら、プリーストナイト。オッケー。じゃあ、この子を入れて、これで話しかければ。プリーストナイトを連れてきたかっちょ？連れてきたよ。ピポピポンって言った。プリーストナイトを連れてきたっちょね。スカウト級の第2問、見事クリアだっちょ。プリーストナイトはカウンターの特性を持っているのが強みだっちょ。通常攻撃や物理攻撃を受けると、その場でやり返す頼もしいやつだっちょ。これ何問目まであるんやろ。それじゃお楽しみのご褒美っちょ。今回はエースが開発したこれだっちょ。え、なになに？のちょりんからご褒美としてリアクター拡張パーツアルファをもらった。なにそれ。早速自分のリアクターにリアクター拡張パーツアルファを組み込んでみた。リアクター機能、もっと詳しくの機能が解放された。リアクターにパーツを組み込んだことでもっと詳しくサーチが使えるっちょ。魔物をリアクターで調べた後 Y ボタンを押して使うっちょ。そうすれば、魔物の詳しい説明をリアクターが教えてくれるんだっちょ。さあ、スカウト級はまだまだあるっちょ。準備ができたらまた挑戦してくれっちょ。なるほど。ということらしい。あ、吹き出し邪魔。うん、ということらしい。ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。この子と並んで。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんかあれはね、いろんな施設がどんどん増えていく。やっぱりここをメインの拠点としていろんな地方に行くっていう感じなんかな。